皆さんこんにちは。こんにちは。今回は宮里美香プロ登場いただきました。わーすごい、すごい。今回はスペシャルレッスンということで、ゆこちゃん、あきちゃんに宮里プロの生レッスンを受けていただきたいと思います。恐縮です。ありがとうございます。お二人は直接お会いするの今日初めてですよね。初めまして。まずは宮里プロのデモンストレーションショットを打っていただきたいと思います、はい、動画ちょっと個人的に撮ってもいいですか？もちろん。ありがとうございます。では早速よろしくお願いします。お願いします。肩2つ入ってた。そう、本当だ。あ、これ、はい、うん、練習で。その日によって使い分け。グリーンによって。すごい。ちょっと早い、遅いとかですか？ちょっとそれもあります。面白い、はい、アイテムから気になってしまう。打つクラブは、多分下からちょっと、なんか57から打つんですけど。57。リアルは57で、こっちは表記は58って書いてある。調整してあるんですか？そう、最初はなんかキャリーで何ヤードを通してとか、そういう感じの練習ですか？いや、もう完全にウォームアップなんで、はい、あ、何も考えない、はい、何も考えないで、無心です、無心で、無心で。今の状態は本当に体をほぐしてるって感じですよね。とりあえず、まあ、なるほど。感覚って感じです。で、何球か57度打って、チッチング。本当にワンクラブずつ全部。いや、全部じゃないです。ピッチング打って、次8番打って、で、6番打って、徐々にユーティリティ打って、で、打ってたら今。なるほど。距離ですね。ずっと安定の距離。今8番ですか？うん。すごい。本当にまっすぐ。距離がめっちゃ気に入った。正面から回ってみて。あ、テレビの前に出てきて大丈夫ですか？なんか逆に可愛い。なんかですかこれ？いや、これちょうどいいんですよ。ちょうどいい。ちょうどいい。から撮れて。あ、めっちゃ綺麗。あ、なんかブレない、すごい。ブレない。すごい。ごめんなさい。すごい失礼なこと言って。当たり前かもしれないですけど、なんかもう。いや、なんかトップの位置がやっぱりすごい。もうちょっと。あー、美しい。いやー、めっちゃいい。すごい。すごい。めっちゃ後ろから。すごい飛距離が。わお、わお、パスとかする。すごい。いよいよドライバーです。状態を作る前の最初の
はい、ウォーミングアップ、やっぱゴルフって股関節がすごく大事なので、しっかりとやっぱ動かしていきたいので、私がまあおすすめするというのは、ちょっと腰落としてこうか、もうちょっと広げてもいいですけど、すごい回るように乗せていく。なんかめっちゃ滑らか。そうえ、なんか関節あるんですかみたいな。腰を落として、腰を落として。こう。そう。そう。あ、いいいい。こういい感じ。え、これ上半身も動かしていいんですか。上半身は動かさない。動かさない。超むず。そう。でもうまい。うまい。さすが。上半身動かさないってなると結構きついですね。なんか動いてる股関節がすごい、なんか、うん、あ、よかった、あ、ポテンシャルあるらしい。これはどの辺に効くとかっていうのあるんですか。お尻とここ、はいはいはい、結構ここめっちゃ今使いましたよ、うん、ここも、うん、だから本当はもっと低くしてこうか、ちょっとスカートだからやりづらいかもしれないけど、まあなんか一応ショーパンってショーパンなんだよ、はい、でも自分も今きついもんこれ。え、かかとつけるんですか。あ、はいはいはい、あ、私多分いけない、足首硬くて、あ、私落ちちゃうんちゃう、ここってかわいい。もうちょっと重心上げてからでいいですよ、この辺かな、うん、なんか小鹿みたいな、確かにでも柔らかいと思う、硬さに見えないですよね。すごいできてる。きついよね。めっちゃきついですか。あ、また汗かいちゃう。あ、スクワットやってる感じに近い。確かに。そう、そうですね。スクワットに近いものもあります。で、それもそうなんですけど、さっきこう、こっちの動きも。はいはいはい。上半身は一切動かさない。全部動かさない。すごい。多分、これ今私に一番必要な動きな気がする。嘘。はい。このまま、そう。ちょうどバックスイング改造と同じ。そう。あ、そう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 。こういう動き。このまま。そう。はいはいはい。こっち。そう。どっちの方が動きづらいですか？動きづらいのはこっちの方が動きづらいか。こっち。右。右を引く方が。左の方がきついぞ。あれ？右動いてますよ。本当？これはこっちひねないですよね。こういう動きではない。こういう動き。そう。今ね、若干こうなってる。だから、これ上手で。めちゃくちゃ極端な動きをしてもらって、うん、こっちにスクワットするみたいな。右足に乗せて。そう。スクワット、スクワット、スクワット、スクワット。こうして、こう。まあ、きつそう。スクワット。あ、わかった。わかんないか。左足にもうちょっと乗せたい。そう、そう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 。それも今上半身も一緒に動かしてるけど、動かさないでやらないといけない。これは上半身一切動かさないで。これむずい。これで合ってます。できてると。あ、これめっちゃこのお腹もお腹もきます、うん。多分腹斜筋ってやつ。うんうん、もっと大きく。もっと大きく。あ、そう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 、そういいね、いい感じ。あ、きつい。きつい。これ家でやろう。これがバックスイングの動きなんですよ、うんうん、後ろなんだ。そう、だからこうしてるじゃないですか、うんうん、バックスイングで、これもフォローする、うん、すごい、わかりやすい。これこう、で多分上半身の動きはできると思うけど、だけ飽きたもん。下を止めて、上を動かす。足を止めないと、上だけ動かす。あ、そう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 。そう。もう耐えてる耐えてる。くるよ。オッケーオッケーオッケー。あ、いい感じ。いい。まあ、はい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 、めっちゃ下半身使う、意外と。うん。いい感じ。いい。よい。また。なんか今お疲れ様でしたって言いそうな。いや、本当に今日ありがとうございます。これぐらいやってからやっぱり打った方がいいってことですよね。そうですね。本当に結構汗かきます、はい、ラウンドの前の練習、うん、なんか
いつもなんかちょっとクラブ持ってこうやってやってとかしかやってなかったの。いやそれも意識してさっきの動きだからこれをできる。うん、一切下を動かさない。確かに全然動いてない。なるほど。はい、はい、あ、ございます。すごい生クラブやばい。生クラブオレンジグリップかわいい。エリートグリップです。クラブあるほうがやりやすい。うん、柔らかい。多分柔らかいよ。でそれを持って次はだからこれをやらないといけない。あ、これを持って次は下クラブで。そう、逆にこれ持ってる分上半身は固められる。確かに。こうすごい動く。めっちゃグリングリーン。すごい動く。すごい。これがあのシャープな綺麗につながるわけです。いやもう忘れた。プロの見てるとさらっとやってるから伝わらないんですよね。いや私も時間かかったですよ最初。めっちゃ回る。めっちゃ入れました。すごっ。でもこれまだ動いてない方の自分の中で。へえ。基本という意味では、はい、絶対やった方がいい。やった方がいいと思います。そしたらあの力がより伝わる足に、あ、股関節の動きが分かれば飛ぶってことですね。うん、非力の女子でも飛ばしたい。飛ばしたい。飛ばしたい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いや2セットやるとやばいですね。やばい。毎日やったら変わると思ったらやるかも。なんか普通のストレッチはやる気出ないですけど、ゴルフのストレッチなら、あ、そう、目的があれば、ゴルフで右はちょっと柔らかくなってるから左も高いんですか。多分左で耐えることを分かってない。なるほど、全然違う。逆に逃げちゃってる、こうやって。あ、力が逃げちゃってる、それで。なるほど。そう、しっかりとここで踏ん張らないといけない。うん。皆さん、チャンネル登録と高評価、コメントよろしくお願いします。よろしくお願いします。